僕は開始直後に何者かの個性によってみんなと分断され、大勢の受験生に囲われてしまった。そんな時、うららくさんが助けに来てくれたけど、うららくさんがいた足場が崩れてしまったんだ。足場が落ちる。あの時、僕が戦うことを選択せず腕を壊さなければ、光太くんを保護し相沢先生のもとへヴィランよりも早くかけられていれば、ガッチャンを奪い返せていれば、オールマイトはオールフォーワンと戦っていなかったかもしれない。人を助けるにはまず自分の無事、体が追いつくまで 100% の力は使わない。代わりに威力はサポートアイテムで補う。ありがとう。ごめんね、下手こいた。いや別に、そんな。それより、ひょっとして止血の人ですか？うららかさんは短い時間なら副作用を気にせず自分に個性を使えるようになってる。危ない目にあっても発動の素振りすらなく、何より無策のまま敵前に姿を現すなんて、僕の知ってるうららかさんじゃない。気づいて助けたってことは逆に利用しようとしたの？もっと教えてほしいな、君のこと。引っ掛け？なんだよもうこの人。ビクトル、大丈夫？反応すごい。うららかお茶子さん、とっても信頼されてるね。いいとこだったけど、これじゃあもう無理ね。じゃあね。追うのはやめよう。個性の関係か、服ごとターゲットを脱いでる。狙われるリスクはあるけど、あの人を狙うのは難しい。